体育の兄さんです。湯の郷トンネルですか。のおそらく旧道でしょうっていう場所に、来ました何の音なのさっきから。なんか水か、水が流れてる音か。まあ旧道なんでね。そして熊いるんでね、ここはね。だからそう考えると千葉県の方がいいんだよね。こういうところ探すんだったら千葉県いないでしょ、熊。栃木にいんねん。まあこうやってあの秩父方式でずっと喋りながら行けば人の気配がして大抵の熊は寄ってこないであろう攻撃をしていけばね。あ、もうね、崩落してますね。まあそのうちここも通れなくなるんでしょうね。今はこうやって歩けますけど、あー怪しくなってきたね。この辺からちょっと怪しくなってきましたよ、これ。ほら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 。でもミラーは綺麗。今日ダメだな、手がブルブルしちゃってる。はい、この辺はもう土砂でちょっと危ない危ない危ない、埋もれてますね。はい、滑りました。鹿の足跡かな。鹿の足跡すげえな。鹿がいるみたいですね。あとは熊ですね。怖いのかね。はい、ここが崩れてこんな感じか。だからもうちょっと下にあったんでしょうね。これが崩れたんでしょう、全部。はいはい、なるほど。まあでもこのぐらいだったらいけますね。もうちょっと先。ただちょっと落とし穴みたいになってそうで気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんだけど、まあここだけ抜ければなんとかなるでしょう。はい、抜けました。あとはクマ来んなよ。クマ来んなよマジで。クマだけは勘弁してください。対処の方法がわからんから。大きな音立てちゃダメなんでしょ。ゆっくり後ずさりしてその場を去るような感じでいかんとダメなんでしょ。まあでも熊の足跡っぽいの見っけたら帰ろうかな。今んところ鹿だけだけど。お、びっくりしたね。おい、びっくりしたよ。蝶々、黒い蝶々。あれ結構はいけるよこれ。でもさ、これ寄っちゃうと次寄ろうとしている公園行けなくなっちゃうんだよな。なんか見つけたか帰ろう。
崩れてますね。何が崩れてんでしょう。ああでももうこの辺は全部崩れちゃってんだね。木の根っこでちょっと上持ってるような感じだよね。手がブルブルしちゃってんな。どこまでいけんの。まあまあいけるぞ。すんばらしくない。あ、なんかいる。あー、鹿か。あー、鹿がいましたね。そろそろやばいかもしれないですね。鹿がいるってことはそろそろやばいかもしれないですよ、この辺。あーもうここ崩れちゃってガードレールもふにょーってなってるわ。ほれ、ね、やっぱりこうやって人の声が聞こえると鹿とか逃げてくれますね。鹿は逃げてくれるね。ただ問題はクマちゃんですね。ハーチ見つかれたいなーじゃないよ。そんな優しいもんだったり川になっちゃってんじゃん、ここ。すげえな。いるね。いるよね。いるって、いるよね。今、ガッサガサ、ガッサガサ落としてんもん、さっきから。あー、もう。鹿だらけだ。足跡が。はい。そこそこ。そこがなんて書いてあるんですか。ここはもともと何だったのかな。この付近を掘るときは連絡ください。それだけだった。どうすっかな。向こう行くかな。行く。まあ、とりあえず行く。そこのカーブのところまで、そこのカーブのところまで行く。一応ほらドブいた。いたね。鹿が走ってったね。映ったかな。まあでもちょっと深追いはちょっとやばいかな、この辺は。鹿だよ。あれ、タックルされたら骨折かんね。下手すとね。ちょっとまずいかな。鹿ちゃんよ。あ。ちょっとヤバめの糞がありましたね、今ね。はい、瓶見つけましたけど、どうします。ちょっとお金んだけど、あそこ一応行くか。一応行くか。一応見るか。いや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 、やべえやべえ。あ、鳴りがありました。でもここすごいな、一望できるよ。あ、ここのミラーないですね。割られちゃってますね。ここすごいよ、一望できますよ。もういいっすか。ちょっとさすがに身の危険を感じますわ。大丈夫かな。やめとこうかな。まだ花、でも別に何も発見してないんだよ。発見し、今したけどね。はい。
見つけました。自転車です。はい、以上トンネルの脇の廃道を歩ってみたでございました。もうダメです。野生動物が怖いです。この辺ちょっと怖いです。鹿がまさかこんな昼間からいるのか。雨上がりだったらいっぱいいるのはなんとなくわかるけど、この辺は普通にいるんだな。はい、以上です。